あ、あ、よしよしよし。わー、来てくれてありがとうございます。ラスト、ラストだよ、今日。ごめんなさい、今日特になんか時間かかっちゃった。来てくれてありがとうございます。泣き虫見習いシンガー加藤由衣こと加藤由衣です。よろしくお願いします。今日は12月17日にのソロライブに向けての、ラスト路上ライブとなります。はい、ありがとうございます。本当にこんな寒い中すいません、ありがとうございます。じゃあ早速歌っていこうかと思いますよ。間違えて初オリジナル曲流すとこだった。危なじゃあ1曲目、青春サブリミナル歌います。また調子悪い。大丈夫か。別れたって噂で聞いた。本当かまだわからないけど、チャンスはきっと探せばあった。近くにいたのに気づかなかったんだ。期待と不安のしなと突き渋ゆっくり炭酸、そんなこともどうだっていいよ。走れ君がいい、君がいい、君がいい。今さら路越えする学校に君がいて、何を話すか思いつかない。だけど会いたい。空の色が変わってゆき、サイドが上がる。やっと分かった答えは一つ、自信はサブリミナル。高校同じ中学、伸びた背も遠くに感じてた。付き合うとかそういうんじゃなくて、やっとスタートに立てた気がしてる。初めての会話覚えてるのは私だけでしょう。あの夏で一番暑い日だった。なんとなくさりげなく友達で近くにいたいだけ。溢れ出る想い閉じ込めて蓋をして、それでいい、それがいい、なんて嘘はもうつけたくない。生まれ変わりたい雲が動き、あそこからほら高度走る。眩しくなった、この景色はそう簡単なサブリミナル。さっきまでと違うもの、その答えはイコールラブ。それはきっと都大生も知らないでしょう。ぐるぐる体出てこない。
好きで複雑すぎるこいつ君がいい君がいい君がいいなんて言えなかった正直な自分今さらログインする学校に君がいる何から話せばいい下校チャイム汗が焦る大きい背中が振り向く君でした君がいい君がいい君がいい早く言いたかった恋の導火線真っ赤な火が今つく野球部の声響く校庭に二人たるたたずむ今はこれでいいけど早くなりあまりの温度が上がるやっとわかった私の恋と青春はサブリミナル風強いね今日ありがとうございます強いですどうしようおいどうしたらいいんだこれありがとうございました青春サブリミナルでした寒いやっぱちょっと乾燥やばいからちょっと飲むすいませんやばイラ、イラ足りてるよね多分どうだろうありがとうかな。なんかまだあるんだけど。あれか。じゃあ、鼻水やば。次の曲。あ、そうだ。2曲目があれだ。初披露の曲だわ。初披露ってなんでこんなに緊張するんだろう。思い出せるかな。歌詞。じゃあ、ミワさんの光へという曲を歌うんですけど、ちょっと調子が悪いのかな。え、こんな曲だっけ。やばくない。ちょっと待ってね。信じたい
聞かせて、すべてのことに終わりがあるなら、苦しみさえいつか消えるはずだから、溢れる想い、愛は胸を焦がす痛みに変わる、耐えたとしても、私が全部受け止めてあげる。人は悲しみを知るために生まれてきたの。そんなことない、もっと愛を知りたい。孤独がぬくもりを知るためにあるのなら、幸せはいつだってそこにあるのに。聞いていただいて、じゃあちょっともう乾燥しすぎてちょっと喉ガラガラになってきたもんね。3曲目の前にちょっとお茶を飲む。3曲目はこれを歌うとラジオライブを止められがちな M を歌うと止められないといいな。隣で笑ってたかった。季節はまた変わるのに、心まで立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの。もう叶わない思いなら、あなたを忘れる勇気だけ欲しいよ。今でも覚えている、あなた
えた。季節はまた変わるのに、心だけ立ち止まったまま。土曜日に新宿でソロライブをさせていただくんだけど、寒いね。それの前売りチケットを今販売しておりまして、で前売りチケットを手に入れられるチャンスは今日で終わりなので、当日券だとね1000円ぐらい高くなるんだよ。買わなくて大丈夫みんな。もうえほとんどみんな持ってんのかな、どうなんだろう。あ、待ってる。え、買う人いる？今日買う人いる？いたらなんかわーってやるんだ。寒い。はい。すいません。終わりかな？終わります。今日は本当に来ていただいてありがとうございました。寒い、本当に寒い。暖かくして帰ってください。気をつけて帰ってください。今日は本当にありがとうございました。加藤由依でした。ありがとうありがとうございました。おいと買う人戻りたいね。大丈夫だね。あの当日券あるんでよろしくお願いします。あの今日迷ってる方も当日あの気が変わったら来てください。お願いします。